動画を見るときは、部屋を明るくして、離れてみてね。よし、ロッジに向かうぞ。ああ、わかった。終わらせるぞ。これは、まるでノアの洪水の跡だな。みんな、洗い流されちまった。でも今回、神は何もしちゃいない。ああ、わかってる。チキシュー、リッパーだ。さて、生き残りを捜査をしましょうか。選ぶのふもありきよりだな。なんて言ってるうちに倒しちゃったね。さすがソビエトですわ。やっぱソビエトの呪術がナンバーワン。あわわわわわ。おらー。レイムリッパー。痛い痛い。ガンガン使っていくわよ。あるものは使わないとな。そうそう。霊夢キャノン。むむ、スモークか。霊夢キャノン。当てますねー。ふふ、当然よ。あ、ブーザーが煙幕投げてたのね。ならショットガンの出番よ。ぶち込めー。オクトゴリオスゾンビ、テイクダウン狙うのが賢明でしょうね。ふっふっふ、覚悟なさいデカゾンビ。おお、でかいのとやり合ってるじゃん。フリーカーって変異体とも敵対するんだね。ゾンビみんな仲間じゃないのは評価高いわ。ブデイズレイムキンポインツ、トルルルルルブシーン、ワンハンドレイト、レイムジャイアントキリング。ふん、大好きなフリーカーに殺されて嬉しそうねー。レイムキャノン。じゃあ、復讐の時来たレリ。許さねえぞヒューイ。こっちには気が狂ったカズヒラミラーがいるんですよ。ね。誰がカズヒラだこっちみんな。おや、カズは盲目ですよ。目をえぐれ。やめろ。そういえば目玉って可愛いよね。おう。やられるぞフィルムだ。ババエイムはロタ。いるぜ。むむ、さすがに硬いわねこいつら。強力なメインウェポン欲しいですね。確かに。頼んだわよブーザー。なんでじゃあ。さて、まだいるみたいねー。むー、上にいるな。しゃ、突っ込むわよ。あ、嘘じゃん。リッパーにはセットガン相性が悪いかもですね。ビスケット売り場じゃないんだからさ、風格が鈍くなってんだろうな。これはジェシーだ。おうよ、さっさと蹴りつけてやろうぜ。こいつらいつもより強くないか。ああ、泣かないな。残ってた薬を一気に決めたんじゃねえか。あ、こっちじゃなかったわ。ブーザー、お前が行くのは無理だ。チキシャ。ほら、上まで持ち上げてやる。なあ、いいか。俺に何かあったら、さっさとここから。おい、よく聞け。あそこにいるのは、リッパーどもの教祖カルロスじゃねえ、ジェシー・ウィリアムソンだ。あいつはただの根性ねじ曲がったクズ野郎なんだよ。いいか、分かったらとっとと言って、奴をぶちのめしてこい。うわ
救いを求めよ、自由になれ。ああやってやろうじゃないの。そしてそれを貶めたのが卑しきジェシー・ウィリアムソンというわけだ。なあ、覚えているか。お前とブーザーが俺を押さえつけ、ジャックが俺の背中の肉を焼いた時のこと。あの記憶が俺を自由から遠ざけていたのだ。大丈夫かよ、いける。ジャック、俺がイカれてる。道が見えるぞ。救いへの道が。そうかよ。安らかに眠れ。終わったか。ああ、終わった。お前なしじゃできなかった。久しぶりに暴れてスカッとしたぜ。だけどよ、最近思うんだ。雑用ばっかだが、キャンプ暮らしもそう悪かねえって。ああ、なあ、ジェシーが死んであと何人いると思う？昔からの知り合いは。そんな一人も残っちゃいねえよ。ああ、悪かったな。ああ、それじゃあこんなとこさっさと出ようぜ。はあ、こうして話すのは何年かぶりになる。はあ、もうエリザベスもそっちに行ったことだし、今さらあなたに祈ったって仕方がないと思ってた。ああ、それに世界がこんなことになって、あなたの存在を信じられなくなった。あるいは見捨てたのかと、未だにわからない。俺はあなたを信じたい。この苦境にも何か理由があるのだと。それだけだ。また近いうちに話しに来る。おっと、そうだ、アーメン。ディーコン。ああ、そのリッキーからここだって聞いて。ああ、膝が痛んでな。ひざまずくのが一苦労で、祈るのをやめてた。もともと信仰が深いわけでもないしな。シャーマンズキャンプの後もそれは変わらない。だが、いろんなことがあってちょっと思ったのさ、また祈ってみるかってな。なあ、仕方がなかったんだマイク。そんなのはただの言い訳に過ぎないだろ、デーコン。他にも方法はあった。俺たちが生き残るためだ。いつだってそうだろ、俺たちのために。うんざりだ。だから俺たちは地獄に落ちる。
人間同士でいがみ合い、クソまみれの服を着た化け物以外全て俺たちの仲間だと気づかないからだ。ああ、でもな、気に食わなくてもそれが世界のありようだ。そうだろ、祈ったって何も起こらない。いくら願ったところで世界は何一つ変わらないんだよ。願ったって変わるわけないだろう。俺たち全員が行動して初めて変わるものだ。全員な。解放したぞ。スキッゾだ。公平な裁きは望めなかった。解放した だと。二度と戻らないことを条件にな。嘘だろマイク、自分が一体何をしたか分かってるのか。ああ、命を救った。俺は正しいことをしたと思ってる。マイクのスタンスは変わらないわね。だからこそかっこいいんですよ。こんな状況でも奪い合い、殺し合う。悲しいもんね。さて、次は何かしら。違う、こっちがクラッチだって。クラッチの位置くらいわかるから。何、教わりたいんじゃないの？でもクラッチくらいはわかるって。ああ、そう、わかった。じゃあ勝手にやって。そうする。階層来た。おのろけ階層ですか。おいおい、お前ここで停車するな。いや、サラを迎えに来ただけだ。ここは私有地だ。引き返せ、消えろ。行け。オーケー。早くしろ。やっぱりやめた。ここで待たせてもらうぜ。あんたはトウモロコシ畑の警護に戻れよ。こちらムーは問題が起きた。おい、そこのチンピラ、ここは立ち入り禁止区域だ。さっさと消えろ。おい、近づくんじゃない。言ったはずだ、消えろ。さっきも言ったが、俺はただ迎えに。あの看板を見ろ。すげえうざい看板。俺は武器の使用を許可されてる。そうか、そりゃよかったな。ちょっと一体何してるの？あ、ウィテカさん。ねえ、ジム大丈夫？ご存知で？ええ、友人よ。大丈夫？すみません、そうとは知らなくて。いいの、本当に。ごめんなさい。まったく。あ、ジム君。ビーコン。また来るからしっかり覚えとけよ。しっかり捕まって。どうしていつもそうなの？そうって？喧嘩ばかり売ってる。さっきの向こうが悪い。子供みたい。おい、クラッチに気をつけろ。エンジンに負荷がかかる。回転数を上げるんだ。分かってるって。ああ、みたいな。どこ行くんだ？ダムの方。静かな道なんでしょ？サラの運転じゃないな。今夜出かけられそう？何かあるんだっけ？ああ、そうだ。ブーザーたちがクラマス刑務所にジャックに会いに行くって。私とのデートより刑務所に行きたいってこと？ジャックのために行くんだ。分かってるわ。からかっただけ。のどかだな。アメリカは広いから田舎だと大変そう。これはビッグフットファミリー潜んでますわ。
方と一緒にバイクに乗ってるといつもトラックに引かれそうになる。いいか、よくやった。大したもんだよ。パニックになってハンドルを切りすぎてたら俺たち死んでた。本当に死んでたかも。私の注意不足よ、考え事しててな。大丈夫だ、落ち着け。無事だった。で、何のことを考えてたんだ？ただ仕事のことがちょっと気になっててね。なんだ。俺はてっきりこの新しいバッジを見たのかと思った。え、嘘。ノマド、待って、クラブを辞めたの？いや、やめてない。そんなことしないさ。あ、ノマドってのは、そのなんていうか、前ほどは関わらないってことだ。ディーコン、私そんなこと頼んでない。分かってる。頼まれてたらやってない。もう一度やってみるか。そうね、気乗りしないけど、まあやるわ。よし。さっきは本当助かったよ。そう、それはよかった。おい、クラッチ、クラッチだ。クラッチぐらいわかるって。あ、いや、それじゃなくて。ディーコン。で、あ、サラの親は来るのか？結婚式に？わからない。その、俺がモーターサイクルクラブを抜けたら、それで解決するとは思えないわ。でも、せめて言うんだろ？そうしてほしいならね。でも、頭が固い両親のためだけに、私たちが変わる必要はないって思ってるだけよ。わかった。おい、見えてる。なあ、あいつら研究所に向かってるか？嘘。さっきの話だけど、クラブの人は誰か来てくれそうなの？どうだろうな。あいつら教会でおとなしくできるような柄じゃないし、平和なマリオンフォークスに27台もバイクが押しかけてもいいのか？ええ、私はむしろ来てほしいわ。ああ、そうか。サラは何を隠してるんだろうな。フリーカーの原因に絡んでそうではあるけどね。ググれば出てくるかと。オッケーグーグル。アヤがグーグルの闇に触れた。ピコン、直ちに終了プロトコルを起動してください。ああ、いけない。どうしたんだ？はあ、わからない。ビテカーさん、ええ、局長が休養でお探しです。休養ばっかり。すぐ行くと伝えて。はい、行かないと。おい、待てて。ごめん。大丈夫、心配しないで。どうせ大したことじゃないわ。そうか、頑張れよ。またね、後で電話して。そういうことする。キーミーも、マザファッカー、アーターマーガーマスヒッツ。もういい、アディ。ほっといて。ごめんってば。権限、権限。ああ、オブライエン、セントジョンだ、応答しろ。オブライエン、おい、クソ、さっさと応答しろよ。セントジョン、君から連絡が来ると。いいから、よく聞け。前に言ってたよな、キャンプから逃げたのはネロの職員と連邦のやつらのような権限を持ったやつだけだって。黙って話を聞け。いいか、サラは権限があったはずだ。ヘリに乗せた時、国の ID バッジをつけてたんだよ。頼むから調べてみてくれ。サラ・アイリン・ウィテカーだ。クローバーデールで国の研究をしてた。内容はその、制約だかなんだかよくわからないが、とにかく調べろ。調べてみるよ。そうか、よし、オブライエン、俺に借りがあるのを忘れるなよ。もちろん。じゃあまた。と、まあそんなわけで今回はここまで。急に生存説浮上してきたな。ライアンがいい情報持ってくるといいけどね。普通にライアン君有能ですしね。震えて待ちな、セントジョン。それじゃあまた次回お会いしましょう。グッバイ、またな。それでは、バイバイ。セントジョン、オブライアンだ。オブライアン、どうした？場所を言うから来てくれ。よし、任せろ。もったいぶってねえで今言えよ。サラはどうなったんだ？君に渡したいものがあるんだ。オブライアン、今座標を送ったから。
そこで会おう。以上だ。オブラ。クソったれ。おっしゃ、行くわよ。マイクが。